中国の学者騎士は古代朝鮮に文化をもたらした。朝鮮文化に対する中国の影響では、漢字、儒教、政治文化、社会文化など、数多の領域にわたる朝鮮文化に対する中国の影響について解説する。例えば、李ーウなど、韓国人自身も隣接する大国である中国文化から韓国文化が莫大な影響を受けてきたことは、 周知の事実であると、韓国文化に対する影響を認めている。朝鮮は、有史以来、強大な中国の影響力にさらされてきた。例えば、ヒストリーチャンネルは、朝鮮の歴史全体が、日本と中国の従属国であり、朝鮮は、朝鮮のすべての歴史をひっくるめて、中国と日本から、強力な影響を受けた国家であり、日のエネウロン以後は、中国の植民地になり、 外国との接触を経って、イントンの王国に転落したと紹介されたことがある。エンサイクロペディア、世界最大教育サイトファクトモンスター、インフォプリーズ、レファランスウォールリファー、コロンビア大学百科事典などの教育サイトは、朝鮮は全歴史を通じて、中国と日本から強い影響を受けたと紹介している。また、ジョンズ・ホプキンス大学で開催された講演では、 韓国のアリランやハンフクが中国文化として取り上げられたことがある。講演の冊子には中国の少数民族とともにハンフクやハングルの写真も印刷され、朝鮮民族の文化は中国少数民族の文化として中国政府の保護を受けている。中国政府により中国内の少数民族は発展していると記述されている。朝鮮人にとって中国は憧れの対象であり、 そのことから自らを中国に次ぐ文明国とみなす文化的優越意識を芽生えさせた。これは中国に支配、服従させられた屈辱感だけでなく、中国に対する憧れや悲哀や盲念を表す朝鮮人独特の感情、藩である。古田博史によると、朝鮮は有志以来、朝鮮は品の家来で弟子であったが、それは文化にまで及び、 国風文化の覚醒ができないほど中国に仕えたのだという。これを、もう史料、慶応編の正句から、時代主義と言い,い、中国の古文であるために、周辺国に対する部別、虚栄、見栄が歴史的個性となり、これを焼中化しそうという。一方で、外国人が朝鮮文化に対して抱く、朝鮮の文化は中国の文化の巨大な影響を受け続けてきたと、 いうのは、オリエンタリズムという指摘がある。岡由り子によると、戦前の日本人学者は、朝鮮を、その国家は、常に侵略による霊俗と非支配の繰り返しであって、独自に発展することはなかったと主張しており、朝鮮に、正動機や、敵機の自制が存在しないという見解や、朝鮮には独自の文化はなく、すべて外部から流入したものであるという見解は、戦前に、 日本人学者によって提出されたという。例えば、現代では、中西テルマサは、韓国は、そんな大陸性文明の極地である、中華思想の沿辺にあって、俗国として虐げられた歴史を歩んできた。悲惨な漢民族の心を支えてきたのが、中華文明に属さない、日本の方が野蛮だという差別感であると言っている。朝鮮の文化は、 中国の巨大な影響を受けているため、外国人からは、朝鮮の文化は独自性がないという風うに、朝鮮と中国がさえなく見えるという指摘があり、例えばハンティントンは、文明の衝突において、朝鮮を中国の文明に抱え含むさせている。高文友によると、中国人からすれば、朝鮮は2000年前の男四軍時代から、中国の一部であり、 戸様大名程度としか見られておらず、そもそも朝鮮を作ったのは中国人の騎士だと中国人は考えており、例えば小介石は太平洋戦争後の対日処理を協議した1943年11月のカイロ会談の席上、ルーズベルト大統領に朝鮮の返還を要求して拒否されたという。これに対して朝鮮人は中国への返入を小中華から 大中花への昇格だと喜び、恩恵と遮恩を感じており、中でも中国人になりたくてもなれなかった、中国かぶれの小中華主義者にとっては願ってもない、恩朝だったという。高文優によると、朝鮮半島は、モンゴル、女神、日本など、陸からも海からも常時侵略され、朝鮮人は、戦海侵略されても全て撃退した、という自慢話は、野郎時代であり、 歴史の真実ではなく、侵略されると即座に、深幅、属国となり、中国の千年属国であり続け、独自の文化を創出して、世界文化に影響を与えたことすらなく、19世紀の世界的秘境として最後に残ったのは、朝鮮半島だけであり、朝鮮人が長く、朝鮮半島に縮こまってきたのは、常に、己を小中華と決め込み大中華に、時代していたからだという。 ありがとうございます。